ャラリーのろぺこです。こちらはのろぺこの猫のおもちゃです。情けない表情でヘヘヘと笑うイカのおもちゃ、中に鈴が入っています。そしてここにマタタビの実が入っています。マタタビの実は国産です。我が家のおにぎりくんが遊んでいる動画をつないでみます。ちなみにおにぎりくんは骨格が大きい猫ちゃんなので体重が8キロぐらいあります。こちらは猫のおもちゃなので、いろいろ猫が遊んでも大丈夫なように考えて作っています。いろいろご説明をしていきます。こちらの内側の部分にマタタビの実が入ってます。そしてこちらタグがついてますが、こんな感じで輪っかになってるので紐とかを通して引っ張って遊んでも良いです。お顔を刺繍しています。こちら情けなくヘヘヘと笑うイカちゃんです。ちゃんと汗が出てザーッとなってます。そしてお目目がしょぼしょぼしてます。こちらのお顔はドミトシンの接着芯をつけています。そして周りはミシンでステッチをしています。ジグザグのステッチです。足も生地を2つ折りにして、そして二重でジグザグステッチをしています。そして猫ちゃんがカジカジしてガガガガって引っ張っても足が外れないように、内側は別の生地に一旦縫い付けて、これを内側に入れています。鈴ですが、ここのお顔の下あたりにケースに入れてるのでちゃんと音が鳴ります。ケースも外れないように内側で一周ぐるりと縫い付けています。カラフルなイカにしたかったので、後ろのお色はいろいろな生地です。手に持った時の大きさです。綿をパンパンに詰めています。いろいろと安全面に工夫して作っていますが、遊ばせるときはお家の方が見守ってあげてください。皆さんこんにちは、あたちこごめちゃんです。チャンネル登録もよろしくね。